我は最果ての魔王ディープブリザードである。今回はアイビスペイントを使って綺麗にラフを完成させる方法について講座を取り行おうと思っておるのであるぞ。ラフを描くといっても、ラフというのは絵を完成させる前の下書きを仕上げること。どのような絵にするのか、どのような構図で描くのかというのを決める絵の設計図とも言えるであろう。実際の完成されたイラストでは表示されない。しかし完成させるためにはしっかりと準備しなくてはいけない。見えないところの立役者、完成させるための大事な屋台骨にもなるのである。そんなラフをどうやったらアイビスペイントで綺麗に思い通りに描くことができるのかというのを実践を交えながらやっていこうと思うのであるぞ。それとこのチャンネルではアイビスペイントに関する講座動画を多数投稿させていただいておるので、ぜひこれからもアイビスペイントの講座動画が見たい、アイビスペイントで簡単に楽しく絵を描きたいと思うものは、ぜひチャンネル登録、通知のオンをしてもらえると嬉しいのであるぞ。では実際にラフを完成させるまでの工程をお見せしていこうと思うのであるぞ。皆はラフと言ったら、その清書をする前、ペン入れをする前の粗い状態の線画のことだということは分かっておるであろう。ただ実はそのラフという工程にも大きく分けて4つパートが分かれているということを今回お話ししていこうと思うのである。ラフの工程で分かれている4つの工程というのは、当たり、大ラフ、ラフ、下書きの4つなのである。それぞれの工程にもきちんと意味はあるので、それを覚え、そして実行してもらえると、より綺麗な線画を描くための下準備をすることができると心得て最後まで見てもらえればと思うのである。ではまず最初に当たりというものをやっていこうと思うのである。これはこの用紙全体の中でどういう絵を描くのか、どういう絵をどのぐらいの大きさで描くのかというのを大まかに決めるという工程である。で、今回、我が線画の清書で使うのは、魔王鉛筆 IP と呼ばれる、我が作ったオリジナルのカスタムブラシである。こちらの魔王鉛筆については、別の動画で解説をしておるので、この魔王鉛筆を使ってみたい、興味があるという方は、ぜひそちらの動画を見ていただければなと思うのであるぞ。そして、実際の多分清書で使うペンサイズは、だいたい6から7ぐらい。このぐらいの太さだと思うのであるが、ラフを描くときにこの細い線でこう細かく描こうとすると、非常にこう完成が遠くなるというか、もうとにかく描き込まないと絵が完成しなくなってしまうので、ラフというのはまずざっくり描いた方が良いので、もう倍以上のサイズ、15から16ピクセルぐらいのサイズでまずは当たりを描いていこう。そしてこの当たりというのは、もう本当に顔のパーツで、体はこう で、手とかをこう胸元に置く感じにして、手とかはこう、右手はちょっと流す感じにしようかなぐらいで良いのである。まあ今我はパパパッと描いたけれども、初めてこの当たり、つまり人物のパーツや細かなものなどをどういう風に置いてどういうポーズを取るのかというのを決めるまでっていうのは割と時間がかかると思うので、このぐらい簡単にまず顔があって、体があって、手があるっていうのが分かる程度で絵の描き込みを止めてほしいのである。まあ、これだけだったら、まあ全然描けるから、こう細かく描いていけばいいじゃんってなるかもしれないんであるけれども、こうなるともっとこう細かいところとかがどんどん消えていったり、修正していかないと、どん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 この当たりの形が崩れていって、描きたいものっていうのがこう不明瞭になっていってしまうわけであるな。なので当たりというのは本当にもう画面の中にどう置くかという、もうスタンプをしたぐらいの気持ちで止めておくと良いであろう。そして当たりが完成をしたら、次のオーラフに取り掛かっていこうと思うのである。これをベースにもう少し細かくキャラクターの配置やパーツなどを決めていくという書き方であるな。なのでレイヤーの不透明度をおおよそ 10% から 15% 前後まで下げて、新規レイヤーを追加しよう。そしてこの状態でキャラクターの表情やパーツなどをもう少し細かく書き込んでいこう。
この際にもう完成に近づけようなどではなく、だいたいこのあたりに目のパーツがあったらいいな、だいたいこのあたりに手のパーツがあったらいいな程度、先ほどのあたりをもう少し細かく分割して書くということを意識してやると良いであろう。そしてこのあたりやオーラフの段階ではあまりこう拡大して書くではなく、全体を見たりバストアップぐらいにしながら書いていくと、ちょうど良いバランスで書くことができるようになるのであるぞ。でこの時も拡大しすぎずにある程度全体を見渡しながら書いた方が良いであろう。もちろん今な我はさささっと書いているけれども、初めて書いたりするとなかなかうまくいかなかったり、ぐちゃぐちゃとラフが汚れてしまうかもしれないが、そうなった際は途中でまたレイヤーの不透明度を下げて新しいレイヤーを作って、書きたいものがちゃんと形になるまで繰り返していくというのがこの綺麗なラフの書き方であると言えるであろう。とりあえずまずはこんな感じでキャラクターのオーラフができたのである。でこの段階でちょっと軽く左右反転したりしてみて、全体の表示バランスとかおかしくないかとか、バランスが崩れてないかというのを見ておこう。まあ、ちょっと顔周りデッサン崩れておるけれども、この段階で細かく直してもまだまだこの後ないろいろと手を加えて修正していくので気にしないでよいであろう。あとはこうやって体部分にかかっている手のパーツなど細かいところが全然しっかり描けておらんっていうのもあるし、まずはどういうキャラクターなのかとか、どういうポーズを描くのかっていうのが、この段階である程度肉付けできておればよいっていうのが、オーラフの段階と捉えてよいであろう。これでまずは最初に描いたあたりのレイヤーを非表示にして、オーラフのレイヤーをまた同じように、不透明度を 10% から 15% 程度に下げておこう。そして、新規レイヤーをまた追加して、次はラフを描いていこうと思うのである。先ほどまで書いていたオーラフよりももう少し細かくラフを書いていく、細かいデッサンなどのズレなどを直しながら書いていく、明確に書いていないところはある程度明確に書くという意識を持って書くと良いであろう。ブラシサイドは少し下げて、まあ、12前後ぐらいになってれば良いかな。この段階で書いていこうと思うのである。大きく結構顔のパーツの手入れをしたりするのはこの段階からだと我はいつも思っておるので、でもちろんこの枚数でしかラフを書いてはいけないというわけではないので、途中で何枚もラフを挟んでも良いし、例えば苦手なパーツだったりしたら手の部分だけ新しくレイヤーを作って何回も書き直してみるというのも全然ありなので、自分の絵の苦手な部分にはレイヤーを多く使ってラフをたくさん書いて手直しや修正をすると良いであろう。でな、今なんとなく言われた通りに当たりからラフまでレイヤーを分けて絵を描いているポンポコリも多分多いと思うんだけれども、なんでそんな分けるのって、そのままグリグリ書いたっていいぐらいの密度じゃんって思うかもしれないが、例えば今現段階この状態で先ほどまで書いたラフの不透明度 100% で当たりのレイヤーの不透明度も 100% にすると、もうこの通り顔周り何を書いているのかが分からないぐらいごちゃごちゃしてしまっているのが分かるであろうか。なので細かく家庭ごとにレイヤーを分けておき、表示非表示ができるように管理しておくと、不要なラフ線に惑わされたり書きたいものを見失ってしまうというトラブルを防ぐことができるので、こんな風にレイヤーを分けておくと作業が楽になるのであるぞ。でこの段階でちょっとある程度拡大をしながら、細かいところを書きたいように書けているかっていうのを確認したりとか、まあ、あと指書きの場合だったり、スマホでスタイラスペンなどで使って書く際にはある程度拡大しながら書いた方が綺麗に線を引くことができるので、こうやって引きすぎるとな、書きたいところに線というのをうまく引きづらくなってしまうので、拡大縮小を繰り返しながら調整をしていくと良いであろう。でちょっと先ほど言ったみたいに、ちょっとこの手のパーツは体の部分にかかっていて描きづらいので、一旦今ラフのレイヤーをちょっとだいたい半分ぐらいまで不透明度を下げたら、新規レイヤーを作ってそれを参考にしながら腕の部分だけを描き足していこう。
で、こういう細かいパーツは拡大しながら書けばより正確に書けるであるし、書き間違えた部分などは消しゴムツールを使ってある程度整えておくと、この後の下書き作業もきれいにできるのであるぞ。ではこんな風に腕のパーツができたら、書いていたラフのレイを非表示にして、で半分ぐらい不透明度を下げたラフのレイヤーを選択した状態で、この手のかかっている部分を消してしまおう。この方が後々な清書する際に管理がしやすくなるので、これで手の部分を重なっている部分を消したら、不透明度100に戻して、でこの後また管理がしやすくなるようにレイヤーの結合というのを、この手の部分のレイヤーを選択している部分を選んでレイヤーの結合を押そう。そうすると下にあるレイヤーと一つのレイヤーに結合されたので、これで腕とか手も含めて不透明度を管理しやすくなったのである。これでラフの線画が完成したのであるぞ。ではラフの線画が完成した時点でデッサンの修正を行っていこうと思うのである。線画を描いたり清書した段階でデッサンを直そうとすると大変だったりするので、ある程度ラフの状態でゴリゴリと修正していくという方法をお教えしようと思うのであるぞ。やり方は簡単で、先ほど使っていたこのキャンバスの左右反転を使ってキャンバスを反転する。それとちょっとこう顔が斜めに傾いてたり目が歪んでいるというのがわかるであろうか。これを修正していこうと思うので、じゃあちょっとこの不必要な顔の傾きを直したいので、投げ縄ツールを使って頭の部分を大体選んだら移動変形をして、で操作は回転のみにしておき、首が体に対してまっすぐ刺さっているように調整をしよう。でアイビスペイントがバージョン 9.0 にアップデートされたことで保管方法というのがかなり増えたのである。これまであったものと違ってこのランチョスというものが追加されたのがわかるであろうか。ランチョス2、ランチョス3というのがあるので、よりこのランチョス3を選べばガタガタした線の修正にならないので、こちらを選んで OK を押そう。ちょっと時間はかかるが、かなり綺麗に線画が補正されたのが分かったであろうか。では、線画の選択範囲を解除して、これで左右反転なしで見ても、だいぶ良くなっておると思うので、では次にちょっと目の歪みも修正しようかな。先ほどと同じようにレイヤーの不透明度を下げて新規レイを追加して、ちょっと目の部分だけ左右のバランスを整えるように上から書き直していこう。こうやって反転した上からもう一回なぞって調整をすることで、より正確に絵を描くことができるのであるぞ。ただな、あんまりこれをやりすぎて綺麗に整っていることが全て良いと思い込みすぎるのも我は良くないと思うので、見ていて大きな違和感があるなとか大きくずれてるなでない限りは、正直絵のデッサンの狂いというか歪みというのは、言い換えてしまえばその絵だからこそ出せる魅力だとも思うので、綺麗に描けてるかどうかは分かんないけど、なんかもっとこっちの方がいいなとかこのままの方がいいなと思ったのであれば、その作家としての直感を信じた方が我は結果いい絵になると思うのであるよ。こんな感じかな。これでもう一度左右反転を戻して、見直した時にまた違和感がないかの確認などをして、これで問題がないようであれば先ほど書いていたこのラフの絵の重なっている部分を消してしまおう。でこういう作業、本当ラフの方がなちょっと間違って消しちゃったりとか広い範囲消したりも、まあラフだしのってなれるので、このラフのレイヤーの不透明度100に戻して、顔のパーツを修正したレイヤーを選択して、またレイヤーの結合をしよう。これでラフが完成した。では線画を清書する前に行う最後の作業、下書きを行っていこうと思うのである。我はこのまま清書作業に取り掛かることが多いのだが、やはりまだまだ細かいところがガタガタとした粗いままになっていて、清書を行う際に迷い線を生み出してしまう、綺麗な線を引くことが難しくなってしまうというものも多いと思うので、同じようにまた不透明度を下げ、新規レイヤーを追加して、そしてブラシサイズをもう少し細めにしたもので、もう少し細かく線画を清書ができるように下書きを書いていこう。ここまで来ると実際の清書と変わらないんじゃないかという方もいるかもしれないが、本番の線画を描くために
できる限り下準備をしっかりしておく、料理でいうところの下ごしらえをしっかりとするというのはとても大事な作業なので、割と本当にもうその下書きも聖書だよっていうぐらい丁寧に書く方もいるぐらい、この下書きの段階を丁寧にしておくと、むしろ結果として聖書作業というのが楽になるので、ここで、まあ、この後自分がもっと楽をできるための作業だと思っておくと良いであろう。であるし、まあ、多少線がガタガタしていても聖書作業で整えられる程度であればそれで良いぐらいにしておくだけでも、この後の聖書作業、ペン入れというのがしやすくなるので、ぜひぜひやってみてほしいのであるぞ。でこうやって余計な線がなくなっていくことで情報が研ぎ澄まされて、今描いてる絵のデッサンの例えば狂いだとか違和感だとか、もっとこうしたらどうだろうというのがより明確に見えてくるので、こういう下書きの段階を経てから聖書を行うというのは、完成した後になデッサンの狂いとかが見つかるよりも全然良かったりもするので、ちょっと今我も体のバランスをちょっと直したりしておるのである。これで下書きが完成したので、先ほどまでのラフのレイヤーを非表示にしよう。この状態でもう一度左右反転のチェックや細かな修正を加えて、今回はかなり細かいところまでちょっと手直しをしたんではあるけれども、こうすることで清書作業、いわゆるペン入れの作業が楽になりそうだなというのが分かってもらえたであろうか。この通りラフといっても、あたりからオーラフ、そしてラフ、下書きとかなり細かく工程が分かれているというのが分かったであろうか。この工程を細かく踏めば踏むほど、この後の清書作業も楽になるというのも分かってもらえたと思うであるし、なぜそのように工程を細かく分けるのかということについても理解してもらえたと思うのであるぞ。いかがだったかの？手順さえ分かってしまえばすぐにでも実践できそうなのが分かったであろうか。次回は今回書いたこの下書きを用いてアイビスペイントでの綺麗な線の引き方についての講座動画を投稿予定なのであるぞ。またよくご質問でいただいておるスマートフォンなどタッチ機能のみで筆圧が効かない線を描く際にどうすれば綺麗な線を描くことができるのか、強弱のある線を描くことができるのかということについても解説を取り行おうと思っておるので、ぜひ次の動画も見てもらえると嬉しいのであるぞ。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。